米軍は読谷村戸口海岸に上陸、総勢約50万人、その日のうちに6万人の兵士を上陸させた。沖縄の人は全部兵隊になったんだから。高校に行ったのは転結勤労隊、女学生は従軍看護婦として駆り出されて、14歳から70何歳までみんな沖縄の人はみんな兵隊になってるんですから。軍の命令に、ね、従わないのはね、国賊だ、スパイ、売国だ、お前首切ってやると言ってね、もう日本刀脱いで母やろうと。住民を守らない、むしろ虐殺したり、あるいは食料を取ったり、子供たちを抱いてるお母さんがとにかく黙らせろというので、こう静かにさせるようにこうやってたら、殺せというふうにはっきり言われた、この子を殺せと。お母さんは可愛い年頃の自分の娘がですね、レイプされて殺されるよりは一緒に死のうと、その娘の首をお家から持ってきていた包丁で刺しています。家族全滅、自決、いろいろあるでしょ。これ誰のために、何のために。ドキュメンタリー沖縄戦、知られざる悲しみの記憶。